レベルも本当グンと上がった印象がありますし、1年生からやっぱり3年生の試合に出れたことで自覚も出たいので、まあ、さらに代表にも呼ばれて、代表に呼ばれてる選手はやっぱりみんなプロになるのが当たり前ぐらいの意識でやってるのを間近で見れて、そこで意識が変わったっていうのは大きかったですね。プロになるために何が必要なのかっていうのをより考えるようになりました。